皆さんどうもお疲れさんです。ハンベイです。サバです。ハンソバラジオ始まるよ。ハンソバラジオはほぼほぼ無編集でお送りしております。作業のついでや移動中の BGM としてお楽しみください。どうぞ。あ、聞こえた？マジか。ブー、おならしちゃったわ。へへですね。へへです。はい、じゃあそばさん。はい、まあまあ政治でもしといてもらって。はい、今日は雑談動画を撮ります。はい、まあ、何話そうかっていうところなんですけど、うん、最近ちょっと我々ある試みをしてるじゃないですか。いえ、え、否定から入られちゃうと俺も何も喋れなくなっちゃう。いえ、まあ我々ね、半そばでちょっとある試みをしてまして、うん、ちょっとね、お互いの趣味嗜好をすり合わせようと。うん、会話の向上であったり、うん、まあいろいろね、二人の絡みの向上であったり、うん、でまあ第一弾としてそばさんに私の大好きな特撮を一緒に見てもらったんですけど、うん、仮面ライダーブラックさんね。うん、ブラックさんね。ブラックさんじゃない、うん、ちょいちょい言ってたけど、見ながらなんかさん付けしてるみたいで面白いっつって。ブラックさん決してさん付けじゃないのよ、あれ。ブラックさんだからね。他のシャドームーンとかかっこよかったね。ブラックさんそうね。いやー、どうでした、あれ見てて。見てて感想会ですか。あ、まあ、うん、まあ何でも。あ、何でも、まあつまんなくはなかったよ。ええ、でもなんか結構ね、多分見ながらも言ってたけど、テーマ広げすぎじゃねっていう。ああ、なるほどね。うん、で結局何にも解決してねえじゃんって、ただの盛大な仲間割れをしてるだけの、はいはいはい、いや途中までは結構割と良かったんだけどね。そうだよね。うん、結構そばが小言言いながら見てたからね。うん、まあでもなんだろう、やっぱりそばがほらいろいろね詳しいから、そういうなんか時代背景とか、あ、そういうのに、そういうの俺はなんか多分自分一人で見るよりいろいろ楽しめたかなっていうところでしたね。ああ、ならよかったです。なんかね、まあ見てない人のネタバレもクソもねかまあまあ見てない人がいたらネタバレになっちゃうけどね。だってそれは興味があったらネタバレになるけど。いや、まあ確かに興味なくて見てねえんだったらもう見ねえもんな。あの、なんかはね、時代背景的にんって、これは学生運動ですかとかね。そうそうそう、そういうのがあってね。俺一人じゃ絶対気づかないから、そういうの分かんないし。あれはなかなか、まあ良かった点かな。ああ、まあ、そばもね、多分一人じゃ絶対に見ないから。うん。あれ、主人公の女の子良かったよね。ずっと言ってたけど。良かった。あのね。そう、なんか、本当にガチガチの女優じゃなくて。そう、なんかね、そう、役もね、設定がさ、中学生だったっけ、あれ。そうそう、中学生。中学生なんだよね。うん。なんかちょっとあどけなさの残る可愛すぎない子。いや、言い方失礼だけど。めっちゃ、まあまあまあ、そうね。あどけなさが残ってましたね。いや、あれ多分、いや、あの、本当になんか、まあ、強いて言うなら、あれを広瀬すずがやってたらまた違うのよ、多分、なんか見方が。あー、まあそうだな。
橋本環奈がやってたらまた違うのよ。違うだろうな。うん、そう、なんか昔の福原愛を彷彿とさせる。はいはい、マルックスでしたね、そんな感じの。うん、めちゃめちゃ良かった。まあ、役、まあ、結構出てる役者さんもみんな良かったよね、キャラと合ってる人多くて。うん、まあまあまあ。いやーでもなー、なんかねー、なんかあれだよね、うん、中村がはいはいはい召された時はなんかあんまりそんななんか感動とかジーンってなかったけど。ああ、はいはいはい、そうね。ただあの西島さんがね、あーそこはね来たよね、やっぱあのね、そば、あの感動の丼、親子丼、うん、ダメなんだよね。あー、なるほどね。うん、あー、あのシーン、過去やってたところとかさ。はい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 。要はね、その、西島さんが、ね、俺が、まあ、何、なんていうの、精神を乗っ取られる状態になる時があって。そうね。最後。うん、もし、そう、もしそうなったら、お前がやってくれって、あの、主人公の女の子に託すのよ。うん。主人公の女の子もさ、その西島さんに戦い方を教わるとか言って、戦い方というか、なんかね、護身術みたいまがいなものを教わるんだけどさ、そうね。教わったやり方で倒すのよ。はいはいはい。そうでしたね、最後。でね、その時、西島さんは結構化け物みたいな格好してるはずなんだけど、うん、一応ね、女の子の心情フィルターみたいな感じで、ね、そうね、普段の西島さんに見えてて。おじさんがね、あの時の。そう、微笑んでんだよな。そうなんだ、あそこ良かったよな、ほんと。いや、あとね、やっぱラストの演出は熱かった、何かと。あとね、そう、仮面ライダーと言いつつずっとバッタ男っていう怪物の怪人、怪人ですね、としてやってたんだよね、ずっと。なんか両方とも、うん、そう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 、シャドウムーンもブラックさんも、うん、だけど本当になんかきっとなんか覚悟を決めたときに、ずっとなんかあれ、ぬるっとさ、変身ポーズを取らずに変身してたんだよね。そう、なんか、うわーとか言って、なんか、そう、体が感情の高、そう、感情の高ぶりで変身してたのよ、なんか知らんけど、うん。体が怪物になってね。そう。で、なんかそれも仮面ライダーちゃ仮面ライダーだけどっていう、なんかフォルムの、本当にバッタ男っていう。うん。あれ、なんかテーマがね、怪人と普通の人間の共存。そうそう、なんか結構本当になんかグレーなところだよね、差別問題だとか。そう、多分だからなんか、あのソバはあれなんだよね、作品が50周年記念、仮面ライダー50周年記念で。そうですね、仮面ライダーブラックの50周年記念かな。そう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 。それで多分時代的にやっぱ学生運動があった時代と、なんかね、そばが思ったのは、あの、人種差別問題系？はい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 。と、かぶるな、みたいな、当時でもない、時代かぶるかかぶないかがちょっとわかんないけど、うん、あの、ほら、怪人反対主義者のやつとかもさ、KKK っていう集団が海外ありまして。あ、そうなんですか。うん、クークラックスクラウンっていう、はい、白人至上主義の団体があってさ、はい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 、黒人差別でああいう感じのことをやってたのよ。なるほど、そういうのもなんか背景に入れてんのかしらみたいな。だもしね、その人種差別となんかそのかぶせてやってるんだったらテーマ壮大じゃねみたいな、どう収集するつもりなんだってずっと言ってて、そうは見ながら、そう、割と最初から言ってたよね。
あとまあ予想したことの8、9割は当たってた。そうなんです。見ながら。あのね、メタ推理するの好きなのよこの人。当たるのよ。ほらやっぱりって。なんかこの主人公の女の子もどうせ怪人に、え、怪人になるんじゃねこいつとか言ってたら本当になったし。本当に、え、一回見たって聞いてたもんね俺。何回も。え、なんかね、どう、わ、何、途中で出てくるさ、なんか何、あのその怪人だけ対怪人用の、はいはいはい、あれが若返りっていうかね、なんかまあ不老不死っていうか。まあそうね、あのあれですね、そう、その、そういう食べ物、そうヘブンっていうさ、うん、でその主人、何、主人公の何、西島さんはさ、うん、ずっと拒否してたんだよねそれを。そう、食べるの食べてないんです。だからあの西島さんだけ本当におじさんでね、みんな若いままなのに。そうそうそう、周りのそのヘブンを食してる怪人たちは、うん、あの要は学生時代からの友達なんだよねみんなね。そうそう、知り合いというか50年前だよな。うん、そうだからなんかね、西島敏行うんで多分みんなね、知らなければググってもらって、まあ、知ってたらまあ知ってるじゃない。まあそうね、あの人です。そう、あの人と中村なんとか、中村さん、イケメン俳優。そう、イケメン俳優ね、が同級生設定なんですよ。そうなんですよ、あの実際の俳優さんの年齢はだいぶ違うからね。そう、だそう思ったら分かりね、分かっていただけると思うけど。そう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 、あ、食べてる側と食べてない側のその見た目の差ってそんな感じで表してて、うん、ね、それもずっと食うの拒否ってたけど、どうせこれ最終決戦前ぐらいに食うぜっつってそうだよな、で無双すんだぜっつって、あ、どうせ食うんだろうっつって、本当に食ったの、本当に食ったのよ。いや、食べ方はなんかちょっと思ってたのとはちょっと違ったけどね、やっぱ。ああ、まあまあそうね、うん、まあでもやっぱ、ああやっぱ食うよねって、うん、なんかね、ちょっとでもやっぱ設定がちょっとガバガバだったから、なんかそば、そういうさ、人の心病心理、うんうん、何、人の感情の移り変わりの表し方とかが結構好きだからさ、どの映画も。はいはい、なるほどね。うん、それがやっぱ薄かったな。で、なんか、ここの戦いそんないる?みたいなとこ、なんか戦いそんなに無理しなくていいから、もうちょっとなんか感情の移り変わり見せてほしかったなーっていうね。まあまあ、普通にやっぱり、まあでもさ、仮面ライダーですからね、言うて。うん、でもならテーマ大きい気しすぎじゃねっていう。はい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 、なるほどね。うん、いやー、そして今野くんが演技うまかったね、今野さん。うん、お笑い芸人、まだお笑い芸人、あの人もっとお笑い芸人、まだお笑い芸人なのかなっていう立ち位置なのかな。でも相方がやらかしちゃった人いやでもね、本当にうまかったね、ちゃんと嫌なやつだったよね。めちゃめちゃ嫌なやつだった。俺一番嫌いだったもん、その怪あの作品で。怪人反対主義のなんかそのデモをやるリーダー格みたいなやつやってて、そう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 、うん、めちゃめちゃ嫌なやつ。すごい、だから嫌なやつだなこいつって思うってことはやっぱ演技うまいってことなんだよね。そう、めちゃめちゃ演技うまいよ。ちゃんと嫌なやつだったもんな。まあ、そばがこいつ死ぬなって思った人は大体死んだ、ちゃんと。そうだね。クジラさんぐらいかな。クジラさんだけだな、当てが外れたのは。まあでも、ね、死にそうな場面にはなってたけど、まあ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 、生き残ったってなった。生き残ったって、うん。結局だって、あの、西島さんも死んじゃったけど、クジラは生きてたもんね、最後まで。生きてた、生きてた。うん。浜田岳ね。浜田岳。あと、飲みの人と。
うん、飲みの人めちゃめちゃいい人だったな、あの人。飲みの人、本当に最初からなんか本当、飲みって感じの人だったな。うん。飲みゆえにちょっと心が弱くて利用されてるみたいな。そう、なんかだって、女の子のこと怪人にしといて、怪人にしてごめんとか言って。謝っちゃう。ただ俺、そのビルゲニアがなんか最後ちょっと、いや、うちね、感情移入誰にしやすいかっつったら、でもビルゲニアだったかも。あ、そう。あ、わかんない。なんか、感情移入っていうか、目的が、なんか人間臭かった。そう、ビルゲニアがやっぱ一番人間臭かったよね。うん。なんか最初本当、創世を守るために。そう、自分のね、目的がすごい、しっかりしてて、そう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 。でね、やっぱちょっとまあやり方があんまりよろしくなかったからね、最終的にどこのグループにも所属できなくて、そうね。ただその終盤でね、あの怪人の起源とか聞かされて、うん。なんか考え方変わってったのが、そう、その時にちゃんと、あ、そうなんだってなって、ちゃんと自分のなんかその今までの間違いをちゃんとなんか行動で示せる人。そうそう、だから本当あの人悪人ではなかったよね、敵だったけど。そう、ただやっぱね、あれなんかちょっとしたなんか副テーマみたいな感じで、あの途中で言われてたのがやっぱ、うん、悪とは何かみたいな感じのテーマちょっと勝手に感じてて、そばは。はい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 、なるほどね。イコール悪がおのおの違くて、ってことは正義がおのおの違うわけよ。もう多分今の戦争とかもそうだけどさ。そうだね。どこの時代の。その正義の違いでの起こってた戦いだったのよ。多分ブラックサンの全体が、うん。はい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 。何を守りたいか、何を悪とするか、みたいな。そうね。まんまでも、うん、まんまでもほんとなんか戦争とかその辺のなんか人種差別戦争をなんか反映させてるようで。うん。なんかうーんって、まあだからほんとお話の規模的にはめちゃめちゃ壮大なスケールだったね。でもそう、なんか多分ストーリーの終盤差し掛かる前ぐらいに、あ、もうそばはなんか大体この話読めたからどう終わるかだけが楽しみですっつって見てた気がする。あ、言ってた言ってた。途中からもう、ああなんか読めたわっつって。そうなんだよね。ただやっぱりね、俺はほらやっぱり昔の仮面ライダーブラックも見てるから、うん、多少は。え、昔のさ仮面ライダーブラックとなんか通ずるものとかはあったの？ストーリー性とかさ。まああの創世王とか出てくるの？出てくるし。あ、出てくるんだ。うん。まあビルゲニア、いやキャラクターはみんな一緒ですね。あ、そうなんだ。うん。ただあの昔のブラックはあの2人とも若いですね。あ、学生時代のシャドームーンも、そうそう、学生時代にそういうことやるみたいな。ただそんな、なんか日本経済を回したりとかはないですね、昔のブラックは。あのゴルゴムも作られてるの？昔のブラックで。昔のブラックはあの敵がほらショッカー、はい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 、じゃない、仮面ライダーの敵って。いいね。そうそう、あのショッカー的なのがその、うん、ゴルゴムっていう悪の組織で。え、じゃあそこに属してたわけじゃないんだ。あ、いや、まあそこに捕まって改造とかされるんだけど。あ、クラスが。そうそう、あれそうだったかな多分。あ、まあとにかくゴルゴムはその敵の組織みたいな感じでしたね。何より俺だからそのブラックサンの最終話のオープニングですよ。いや、だから最終演出すごかったよね。そう、本当に力入ってた最終話は。あの、なんか今までそのオープニングっていうオープニングなかったじゃない、なんか、うんうん、あのちょっと耳に残るって言ってたあの音源だけで、うん、でも最終話だけね、あのちゃんとあの倉田哲夫さんの
かける、うん、主題歌がちゃんとね流れるんですよ。仮面ライダーブラックってね。そう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 、あれ熱かったね。でもそうだ、なんかやっぱ仮面ライダー味が薄かったな、ちょっとだけ。まあまあそうかもな。うん、バイクもなんか登場を示すだけの音源みたいなブーンって聞こえたら、あ、来たなっていう。そうね。で、戦いのライダーキックとかもほんと最後の最後に出てきたぐらいで。ライダーキック一番最後だったもんね、結局出したの。最後に一回だけね。うん。あ、中村に。そう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 。いやー、なんか最終話本当に良かったな。俺だからその最終話だけ本当にもう興奮しちゃって。あのあと二人の変身シーンは痺れたよね。そう、あのね、左右非対称になってて。そうそうそう。向かい合わせでシャドームーンとブラックサンがお互いに変身するんだよ。変身ってするんだけど、向かい合って左右非対称だから動きはね。そう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 、同じ方にさやっててさ。そうなんだよね。あ、シャドウムーンもポーズあるんやと思って。いや、何がビビったって、怪人化された女の子が最後ライダーになるっていう。そう、あの女の子もさ変身ポーズ取るんだよね最後に。そうそうそう、だからあれだけがさちょっと心残りっていうか、なんかちょっともうちょっとちゃんとライダーっぽくしてあげてほしかったっ。そう、あの一番最初怪人に、あの女の子はカマキリの怪人にされたんだよね。うん。で、最初怪人にされた時はちゃんとカマキリだったんだよ結構。そう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 。で、なんか敵のアジトみたいなところに乗り込む時になんか急にフォルムチェンジしてて、うん？そう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 。で、黒くなっててね。うん、なんかえ、なんでそんなフォルムチェンジしてんだって言って、で女の子が急に変身ってやりだして、一番最後ね、そのフォルムチェンジの、そう、フォルムチェンジの姿のままだったんだよね。なんか、わかんない。変わってたのかもしれないけど、ちょびっとね。いや、でもまあ、ほとんど変わってないぞ。だって、仮面ライダーだとしたら、カマいらないしな。うん、だし、なんかあの、頭も別に。そうそう、そのままだったしな。ね、あそこもうちょっとね、もう一着スーツ作ってほしかったな。いやーね、あとやっぱなんかあの、怪獣のチャチさがやっぱいい意味で良かったですね。あ、そう、あのね、なんか下級怪人と上級怪人ってくくりがあってね。うん。で、下級怪人の人たちはみんな、なんか使い回しというか、そう。ほんと被り物だけで人間の体みたいな。なんか、ね、普段人間として生活はしてんだよね。そうそう、みんなそうよ。なんならだって人間と結婚してる人もいるしね。そう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 。なんか、そう、なんかな、その、怪人、怪人を差別、なんかね、黒人っていうか人種差別をテーマにしてるんだったら、もうちょっと平和的に言ってほしかったし。ああ、なるほどね。うん、結局なんか、その、それぞれの正義がある、それぞれの悪があるっていうのもさ、うん、なんか結局、うんって、じゃああの戦い何だったのってなるのよ。結局なんか、まあさ、日常のさ、普段リアルで起こってる戦争もそうじゃん。そうだな。各々の主張があって、ね、なんか、うまいこと、話し合いで終わらないから、戦争だーってなってるわけじゃん。うんうんうん。リアルのところだね。まあ、なくならないのも確かそうかもしんないけど、いや、物語でも、ぐらいさあって、うん、もうちょっと平和的にね、うん、だったらあの戦い本当に何だったのみたいな。いや本当そう、あのね、結局そのね、みんながやってきた今までのことがなんかあんまり意味をなしてないんじゃないかっていう。うん、そうだからただの本当に盛大な仲間割れなのよね。まあでも確かあの創世王はいなくなったけどね。創世王に俺はなる、うん、と言ってたな、それエジソンの曲に乗っけてしつけえなって思いながら聞き流してたけ
いや中村が言い出した時からね、そうせよに俺はなる、そうそう、最初はなんかルフィ寄りだったのに急にエジソンの曲に合わせて、そうせよはいなくなったんじゃない、あの世界で。そう、いなくなった。だから次、今後の怪人は生み出されなくなったんだけど、うん、まあまあまあ、今残ってる人たちはまあ寿命を全う、だ結局その、うん、そのヘブンっていうのを食べなくても寿命は全うできるわけよ。いや、ヘブンはただね、なんかその不老不死のためっていうか、そうそう、その老いを止めるみたいな、まあ、そう、創世王がいるからそのヘブンが作り出せるんだよね、要は。そうそうそう、そうだけど、いなくなれば置いてく、本当にただ置いてくだけで、で怪人の中にもそのゴルゴムっていう昔のシャドウムーンとブラックさんもそうだけどさ、うんうんうん、昔のやっぱ学生時代のそのゴルゴムっていう学生組織が大元になってるんだよね。そうそうそう、そうで、そのゴルゴムの中にもヘブンを食べてる人と食べないことを呪んでそのまま寿命で死ぬことを選んでる人とかもいて、そうだから、あのなんか幹部みたいな人たちもそうだよね、三神官、うん、そう、あの人たちもだって50年前とビジュアル違うもんね。うん、ちょっとね、うん、まあ一人一緒だったけど、同じ役者さんは中村、あ、いや、あのオリバー、オリバーだっけ、あの狼っていうかサーベルタイガーの人、ああ、そっかそっかそっか。あれは、なんか、まあ多分配役的にしょうがないのかなって思って、うん。まあまあそうだね。うん。出た、オリバー・ジョンソンな。あ、なんか、オリバーも意味がわかんないんだな。あの、キングストーン。いや、そうそう、ずっと言って、なんでお前それがキングストーンだってわかるのって。うん、で、まあ、なんか、ヨーコも、ヨーコ違う、香り。ゆかり、ゆかり。あ、ゆかり。もう一生ゆかりの名前覚えねえの。あの50年前のね。そう。まあ、キーになる人がいるんだけどさ。うん。ゆかり、まあ、一応なんかスパイだったんだよとは言われたけど。はい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 。その、スパイって話聞かされる前から、なんでこいつは人間なのに、そう、ヨコは人間なの、ゴルゴム基本怪人の集まりなんだよね。そうそう、ゆかりな。そのそうよ、ゆかりとオリバーだけは人間だったんだよね。そう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 。そうなのに、なんでゆかりが知ってんの？こいつ何って。そう、キングストーンのこともね、知ってるし。うん、でなんか中村と西島両方ともになんか色仕掛けまがいなことして、あれでちょっと嫌いになってたもんね、そばね。うん、いや別にスパイならスパイでいいんだよって、それならそれで筋、話の筋は通ると。はいはい、まあまあそうだな、後からちゃんとネタバレしてくれんなら。まあでも実際スパイだったんでしょ、だって。だけど、なんか二重スパイっていうか、本当は滅ぼしたいっていう名目もあったのかなって、ちゃんと。あー、創世王。うん、それを色仕掛けする意味がわからないっていう。はい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 、キモい、キショい。まあ本当のところは分かってないからね、明かされてないし。うん、そう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 。俺割と俊介結構ショックだったんだよな。あ、俊介もそばの中でも死ぬっしょっつって言ってたんだよ。でもさ、なんかあの人あの人っていうか、あの子何度もその死の淵から生還してるじゃない。そう、1回目あ死ななかったわってなったけど、その後のカット割りで、あ死ぬ、やっぱ死ぬわっつって先に言うんだよ、ね、確かこの人。あ、本当だってなっちゃうから。このカット割り死ぬわっつってカット割りでメタ推理するんじゃないよ本当に。女主人公の女の子とバイバイって言った後、うん、バイバイって言って、その俊介のなんか何とも言えない表情のがアップで抜かれたのよ。うんうん、抜かれてた。そう、それで、あ、これやっぱ死ぬわっつって、やっぱ死の予感が拭いきれないこの子はっつって。はい、結構ね、むごい最後だったね。あー、むごかったね。人間にリンチされちゃってね。
そうそう、怪人反対派のね。うん。本当に。俊介、俺ね、結構キャラ的にあの、声変わりしたての男子学生みたいなの、よかったな。演技ちょっとあんまり上手じゃなかったけど、ね。まあまあ、でも、ちゃんとハマってたよ。うん。オレッチって言ってたかな。オレッチ。なんでオレッチのためかよ。オレッチのためかよってね。オレッチ。いやでも本当ね、人種差別問題で言うならやっぱ黒人さんも最初はそういう感じされてたからね。ああまあ昔ね。うん。そうなんかあなんかそうなんかその時の。総理がそのゴルゴムをいいように使って自分の私欲をね満たしてたのよ結構。そうね。その時にああこれあれじゃないってなんかちょっと奴隷販売とかしてんじゃないって言ったらまんましててさ。まんましてたね、怪人オークションみたいなやつだもんね。うん、そうそうそう。ああってやっぱ時代背景そこら辺から取ってきてんのかってなって。うん、懐かしいわ。ウェルカムトゥーなんとか。いつ怪人オークションつってな。ああそうそうそう。いやブラックさんちょっと今回はね俺の趣味を付き合って見てもらったんだけど、いや良かったっすね、こんだけまあまあ楽しんでもらえて。ああれうん多分ワンクールがね12話じゃなかったから、あと10話だったね。そうそうそう。ただ1話50分だから。あ、50分あったのあれ。そうだよ。結構長かったでしょだって。あ、そっか。うん。なんか10話の割に結構時間経ったなって結構思ってたんだよな。そうあれ。そっか。ちゃんと1話50分あったんですよ。あ、なるほどね。え、じゃあワン普通のアニメワンクールより立ち悪いじゃん。ワンクールより立ち悪いですよ。なんだよ。え、なんだよ、なんでその最後の最後の最後でそんな、いいじゃねえか、楽しく見れたんだから。あのうん、つまんなくはなかった。いやまあ良かったですよ。今度はあと、うん、ねえでもバイクもうちょっと愛してほしかったな。そうね、ブラックのバイクってやっぱりそのさ、ちゃんと名前があってさ、うん、バトルホッパーって言うんだけど、うん、呼んで欲しかったな、バトルホッパーって。なんかそうバイクの登場シーンが本当に登場を知らせる音のアイテムみたいな感じになってたからさ、うん、おまけだったねバイクは。そうブブーンってなったら登場来たなって知らせるだけの音みたいな。そう、うん、そうただなんかあの中村さんはね自分の手で整備してるシーンがあって。はいはいはい、そうですね。あそこはすごい好感を持てたね。うんうんうん、うん、まあやっぱりねライダーだからバイクは大切にしましょうということで。うん。まあね、ベイちゃんのターンはそんな感じで。はい。めちゃめちゃ有意義な時間でした。うん。まあそばのターンは。まあ多分こんな感じで俺が感想を。音がすごかったけど。え？何？ブラックさん。はい。そばの小言がすごかったけどね。いやそうですよ。まあまあまあいいんですよ。あの小言がなければ俺も完全にあの映画を、映画っていうかまああの作品を楽しめてはいなかったかもしれない。ああ。学生運動とかな。うん。なんかあれこれ浅間山荘とかと被ってくる？ん？って何年だ？とか途中で変な逆の楽しみ、別の楽しみ方をしてたからそば。うんうん。まあ映像作品の楽しみ方は人それぞれですからね。うん。いやーでもとりあえずその特撮を一作品でも見てもらえただけで私は嬉しいです。うん。いや、ものによっちゃ見てんだよ、仮面ライダー、割と。あ、そうなんですね。だって途中でファイズの話とかもしてたじゃん。ああ、そっかそっか。
でもなんかちょっとあのストーリー性もちょっとなんかファイズと少し似通ったところもあるようなないような感覚があった。まあそっか、ファイズはそうだな、ファイズも主人公怪物だからな。うん、怪物違う、オルフェノク。一緒か、まあ、に似てるのかな。まあ、そんなことも思う。そう、何作品かはちゃんと見てんだよ、そばだって。はいはいはい。別に。そうだよな、そばは記憶力いいから、結構見てんのが昔でも意外と覚えてるもんね。うん。俺とかもう速攻忘れちゃうからね。そう、記憶力悪くはないんすよ。そうなんすよね。勉強に生きないだけで。ああ、なるほど。うん。生かしてください。うん、いや、もういいだろ。この年になっていいだろ。もうさすがに。そうだな。いやー、とりあえず今回はね、そばのターン、てか俺のターンだったんですけど、うん、次回はそばのターン。ターンエンドだーだね。はい。次回はそばのターンということで。何にしようかね。まあまあ考えといてくださいよ。えい。ええ。まあ別にアニメじゃなくてもいいしね、普通に。ホラー映画、いやホラー映画はやめましょう、さすがに。なんか楽しいホラー映画あったかな。チャイルドプレイぐらいだったら見れるかな。あれはだってもうちょっとギャグ入っていいんだよ。チャッキーね。うん、あ、そう、チャッキー新しいのやったんでしょ。あ、そうなの。うん、見てないけど怖そうだから。あれもすごいよね、人形が子作りとか最終的にしちゃうから。そういえばそうだっけ。うん、そういえばそうだった。まあまあまあ、次回はまあホラー映画でもいいですよ、最悪。うん、ちょっと考えとくわ。ええ、お願いします。はい、ということで今回の動画はここまで。はい、皆さんここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。あっちの方でペコペコしてるわ。ありがとうございました。へこ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 。また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。おお、花火すごい。